アメリカの青い肌のの人々のお話があります有名なのはアメリカケンタッキー州にお住まいのフューゲーゲト一族ブルー・フューゲイツと呼ばれる彼らは、まあ、ブルーピーポーとも呼ばれていて青い人々と呼ばれてるんですけれども始まりは1820年代でしたマーティン・フューゲイトという男性が両親に連れられてアメリカに移り住みました。 ところがアメリカに来た途端、両親が相次いでお亡くなりになってしまったんです。たった一人残されたマーティン・フューゲイト。孤児となってしまい、孤児院に収容され、そこで育ちました。その後、たった一人で生きていかなければならないマーティンは、ふらふらっとアメリカのケンタッキー州に来たんですね。そこを流れるトラブルサム川という川があって、そこの川のほとりに住み着きました。やがて アメリカ人女性と結婚しましまたマーティン・フューゲイトは青いい肌をしていたんですすごく目立つほど青い青白い肌をしてたんですが結婚したアメリカ人女性もなんと同じ青い肌をしていてそれでお互いに惹かれたというのです。こちらの画像真ん中の男性がマーティン・フューゲイトと言われておりまして隣の女性は奥さんのアメリカ人女性エリザベス・スミスさんです。 周りに立っているのは彼らの子供たち。7名生まれてきたそうなんですが、7名の子供のうち4人が青い皮膚をして生まれてきたと言われております。今から10年ほど前、ケンタッキー州の病院に青い皮膚をした子供が生まれたということで、産婦人科でちょっとした騒ぎになったんですね。彼こそは、このマーティン・フューゲイトの子孫と言われております。6世代後の子孫で、 名名前をベンンジャミンと名付けられたんですねそれはケンタッキーー州ハダード地区の産婦人科で生まれまれしたであまりにも青いので医師が驚いてこの産婦人科では手に負えないと思って生まれたばかりの赤ん坊をすぐに救急車に乗せて、まあ、近くなんですけれどもケンタッキー州のレキシントン地区の診療所へ運んだそうです。 赤ん坊のベンジャミンを緊急搬送したほどだったんですね。まあ、このベンジャミンと名付けられた男の子は、こう、みんなによってですね、2日間、検査を受けました。で、その病院で輸血の準備をしているときに、ベンジャミンのおばあちゃんにあたる方が入ってきたんですね。で、彼女が口を開いたんです。あなた方は、 トトラブブルルサムククリークのブルーーーののフューゲートを知らないいかって聞いて聞るんですねつまりこのトラブルサムクリークっていうのはトラブルサム川の川の名前なんですけれどもブルーフューゲートこそ青い皮膚を持つフューゲート一族のことなんですねで医師も看護師も知りませんとするとそのおばあちゃんが言うには私の父方の祖母ルナという人がいたんですが 彼女はブルーフューゲートだったんですと。すごく青い肌をしてたそうです。で、医師はそうですかと言いながら検査は続けたんですね。ところが検査の結果、特に異常は見つかりませんでした。医師は最終的にベンジャミンの肌の色は代々受け継がれてきた血によるものだと結論付けたそうです。それから数週間でベンジャミンの肌は青が消えていき、やがて 通常の子どもたちの肌色になっていきました2022年で9歳となっております普通の肌色になっているそうですところが寒くなったり急に怒ったりすると唇や爪の色が非常に青くなったり紫がかった青色になるそうなんですね赤ん坊の頃ベンジャミンが泣くと急に全体が青くなるので そのベンジャミンが泣いたとなるとその学生ですよね研修できてる駆け出しの医師などは走って見に行ったそうですあんまりにも珍しいので一族にところどころ現れる青い皮膚を持つ人々、まあ、特に健康のトラブルもなくすごく高齢で有名ですね長生きの一族とも言われておりますが1960年代になってケンタッキー大学の若い血液学者 マディソン・カウェインはレキシントン診療所にに勤めるようになっていましたその時に青い色の人々この噂を聞いたんですねで血液学者としていても立ってもいられず青い人たちを探して丘を歩き回ったって言うんですその当時はまだまだ道路が整備されてなくって先ほどお伝えしたハザード地区とレキシントン地区を往復で 車で8時間もかかったそうなんですが今では有料道路ができていて行き来する時間はかなり短縮されているとは言われておりますが1960年代はまだまだだだ不便だったんですねでアメリカ心臓協会の診療所っていうものがハザード地区にあるそうでそこに勤めていた看護師さんがもう引退されたそうなんですが70代の看護師さんが1人協力してくれることになりました。 彼女の名はルーー・ス・スペンダーグラスさん彼女がまだ現役で看護師を務めていた頃ある寒い日の午後青い肌の女性が血液検査をしてほしいと言って来ていたんですね。であまりにもびっくりしてですね青いので今にも倒れるのかなって思うほど青かったそうで。 彼女いわく寒い道を一人歩いてきたので今寒いんでかなり青くなってますが大丈夫ですって言ってたそうなんですね一瞬ですね心臓発作でも起こしてるのかと思うほどだったそうなんですが特に異常はなかったそうですで彼女は青いコム小麦と名乗っていたそうですつまりこのフューゲート一族はどんどん結婚するにつれて人数が増えていき今では5つの 家に分かれてるんですね本家、フューゲイト家、次にリッチー家、さらにステイシー家、さらにスミス家、さらにコムズ家。この引退した看護師が見た方はコムズ家の一人で、先ほど生まれてきた赤ん坊ベンジャミンはステイシー家に生まれています。青いちを受け継ぐブルーファミリーと言われてるんですね5 5つの家族があるんですよね。 大まかに言ってで長老長老と呼ばれる一番トップはやっぱりフューゲイト系と言われておりますがそのケンタッキー州の隣の州に学校に通ってった人がクラスにフューゲイトを名乗る女の子がいたとでやっぱり彼女も具合が悪くなった時にあまりにも青くて先生方にすごくもう何て言うんですかね何かあったら伝えてよ教えてよって言われるぐらい。 こうみんなから監視されてててるぐらい青かったって言ったた言ましたねでつまりそのあまりにも青いんで目立つので一家で固まってたらしいんですよね何十年もあんまり外と触れ合わなかった一族とも言われていてさらに血が濃くなり青くなっていったとも言われておりますけれども先ほどのマディソン医師ケンタッキー大学のマディソン医師と引退したルース看護師2人は よううやくリッチー夫妻に会うことができましたカトリックとレイチェルと名乗った夫妻はリッチー家の夫妻で2人とも青い肌をしていたんです。で彼らは心よく応じてくれて血液を採取できたんですね。でもともとマディソン医師は血液の学者でもありますからメトヘモグロビンを疑ってたそうです。メトヘモグロビンとは酸素を運ぶ赤いヘモグロビンの機能が 低下したもので青い色をしてるそうなんですねでそれが流れてるため青く見えるんではないかと、まあ、言われてたんですが結局この時の血液を取って検査していってるわけなんですが、まあ、特に異常は見つからなかったとされておりますがそれから何年も経ってアラスカの北極圏保健医療センターの医師スコット医師が こうエスキモーなども青い肌をしてる時があるんですってアラスカのエスキモーさんたちがですね。でやはりこれはメトヘモグロビン結晶だということで赤血球に含まれるジアホラーゼっていう酵素を持っていないためだと推測してるんですね。で普通の人間っていうのはヘモグロビンがメトヘモグロビンからまあ変化するスピードは まあ、ゆっくりなんですってでこのジアホラーゼっていうものは青いメトヘモグロビンを赤いヘモグロビンへ戻す働きをするそうなんですがこれがないため赤くならないって言ってるんですねつまり劣性遺伝であるとスコット医師は結論付けておりますリッチー夫妻の叔父にあたる方も真っ青だったそうでその時の一族の長老 ザック・フューゲートに、まあ、会いに、この時行ってるんですね。この引退した看護師とマディソン医師は。荒れた道なき道を行ったと。あまりにも歩けないので車で行こうと思ったんですけれども、さらに車など入れない感じなんですが、ジープなら行けるということで、ガソリンスタンドでジープを借りたほどだったそうなんです。で、そのザック・フューゲートさんも心よく応じてくれて血液を取ることができたと言ってるわけです。 でもしかしたらメチレンブルーを注射すれば治るんではないかと思ったマディソン医師は1 0 0ラムのメチロンブルーメチレンブルーと呼ばれるものを注射してあげたんですねなんと効果がすぐに現れて青い,青い肌がピンク色に生まれ変わったっていうんですみんな大喜びだったそうですやっぱり青い肌って目立つんでちょっと人前に出たくないっていう人も多かったそうなんですがで 彼らはブルーファミリーそれぞれにメチレンブルー、メチレンブルーの常彩というものがあって、それを失給したんです。毎日一つ飲みなさいと。で、このメチレンブルーはすぐに体から排出されるため残らないんですね。飲んでも効果は一時的なものだけれども、その日一日青い肌をしなくても済むということで、だんだんとこのメチレンブルーが、だんだんとですね、 まあ定着はしないんですが青い肌が嫌だなっていう時はそれを飲んでちょっとピンク色に戻したりしてたそうなんですがでやがてですね、まあ、薄れていて普通の肌の色の子供が増えてはいるそうなんですけれども、まあ、この時ですね本当に有名だったヒュゲーゲイト一族、まあ、今でも有名で実はそれ以外の州でも時々会うそうなんですね。 でオレゴンにいるフューゲート一族とは関係ない一族が銀色の肌をしてるっていう噂が今出ててよくわからないんですけれどもまあいろいろなところにですねいてですねその川のほとりとか森の中に住んでるとわからない一族ってまだまだ多いそうなんですねネイティブアメリカンともまた違う系統でちょっとした一族の特徴がある。 ま、そういった方々がいるということで、ちょっと取り上げてみました。まあ、皆様はどう思いますでしょうか？まあ、今回はブルーフューゲート青い人々を取り上げてみました。もしよろしければ、グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。<music>